ワシントンホテル株式会社はビジネスホテルチェーン R&B ホテルワシントンホテルプラザ並びにゴルフ場のレストランを運営している日本のサービス業である設立時からの大株主である藤田観光は当社に追随してワシントンホテルを全国展開した経緯がありワシントングループホテルとして総合送客を行っていた2012年3月をもって 業務提携は事実上解消されたが、2020年8月より、両社の宿泊予約サイトで、相互送客を行うことに合意し、提携が再開される見通しである。1961年、地場百貨店丸栄が開設した、国際ホテル丸栄ルの後ろ身として、丸栄を筆頭に、名古屋在改各社と、藤田観光の出資で株式会社名古屋国際ホテルを設立。代表者は、 富士田観光の小川栄一が兼任した。マルエーグループ、栄町ビル内に1964年に名古屋国際ホテルを開業した。2019年10月18日に東京証券取引所第2部名古屋証券取引所に新規株式上場を果たした。1969年6月、名古屋第一ワシントンホテルを開業した。 グランドホテル運営会社による安全な環境で合理的な料金によるビジネスホテルの進出は好評を得て西日本エリアでチェーンを展開を開始した。1973年に大株主である藤田観光が業務提携によって札幌第一を皮切りに東日本エリアでワシントンホテルチェーンを展開した。 全展開から約10年後の1979年4月、株式会社名古屋国際ホテルは、会社名を、ワシントンホテル株式会社に改めた。ワシントンホテルの第一号店であった、名古屋第一ワシントンホテルは1993年8月に、閉館、再開発した建物で1997年より、東京第一ホテル金に変わっている。 2018年4月1日をもって子会社であった浜田ワシントンホテル株式会社を吸収合併している。ワシントンホテル株式会社は1997年2月、それまで展開していたワシントンホテルの名称をワシントンホテルプラザに変更した。この時点でワシントンホテル株式会社は藤田観光との提携関係を弱めており、藤田観光が運営してきた。 ワシントンホテルチェーンの施設は従来通りのワシントンホテルとして営業を続けている。同時にワシントンホテル株式会社と藤田観光によって全国展開されてきたワシントンホテルチェーンはワシントングループホテルとの名称で総称されることとなり会員特典など共通のサービスが一部維持されることとなったが2012年3月より藤田観光が FSP を自社運営施設を対象とした藤田観光グループホテルメンバーズカードへ一本化により前日の2012年2月29日限りでワシントンカードの相互利用を含む提携関係は完全に打ち切られた。また、1998年からは R&B ホテルの新規出店に注力するようになったことか,からワシントンホテルプラザは2000年の奈良を最後に 新規出店がなくなっている。運営契約終了により、不動産所有者の意向で、大阪南ンワシントンホテルプラザなどたチェーンに乗り換えたりする例や、フランチャイズ運営会社第一号であった、満天ホテルが1999年に独立した例が見られる。残ったホテルも直営レストランを全廃したものが多い。R&B ホテルは、部屋と、 朝食だけというベッドブレックファストを模したコンセプトで都市部で朝食付きの廉価な宿泊料金の提供を全面に打ち出した宿泊特化型ビジネスホテルである。1998年4月に R&B ホテル東日本橋を開業。2007年開業の八王子から10年間は新店がなかったが出店を再開し、2021年3月時点で 全国25店舗展開している。シングルルームは当初よりワシントンホテルプラザと比べコンパクトでカミソリ、歯ブラシ、浴衣といったアメニティ類を部屋に置かず2000年代半ばより自動生産機での支払いとするなど合理性を追求しローコストを実現している。アメニティ希望者にはフロントロビーで配布するが不要な場合はスタンプを5つ貯めることで500円分の 金券と交換可能。朝食は基本的に焼きたてパンゆで卵と飲料、スープのバイキングとなっている。2010年代前半までに開業した店舗は、室内照明がベッドサイドに垂直に置かれた直感型蛍コートを1本のみで、シェードカバーの向きで光量を調整し、窓はカーテンの代わりに引き戸で遮光するといった独特な構造であったが、 2017年に開業した新大阪北口では一般的なビジネスホテル同等のダウンライトとカーテンに改められ2019年に開業した名古屋駅新幹線口などは40インチ液晶テレビを壁面設置するなど設備のグレードが見直されている現在営業中のホテルヨナゴワシントンホテルプラザ2019年10月現在過去に存在したホテルなお 富士田観光運営のホテル富士田福井には、ワシントンホテル社運営の中国料理店、チャイナテーブルが入居していた。ABCDEFGHIJKL、新規上場会社概要、名古屋証券取引所、201901119閲覧。ABCD 会社情報ワシントンホテル株式会社の、ウェブサイト平成24年1月20日閲覧。 新株式発行並びに、株式売り出し届けデモクロミッションの訂正事項文。ワシントンホテル株式会。三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券。株式会社。201901119閲覧。進出当時、藤田観光との関連もない、静岡ワシントンホテルの名称の地場ホテルがあったので、静岡北の名称を用いている。 ワシントンホテルプラザとのフランチャイズ契約満了により2018年7月6日閉館。経営する竹下製菓のグループ会社、竹下コーポレーションがアパホテルと新たにフランチャイズ契約を締結。4月下旬から6月中旬までの約2ヶ月間、営業を継続しながら施設を改修し、アパホテルの使用に合わせる。ホテル内の喫茶。 レストランも名称を変更。福井のチャイナテーブル再開せず閉店ホテル富士田、福井内、コロナ影響で休業のまま、福井新聞、2020年5月20日、2020年6月11日閲覧。ありがとうございます。